はい、ただいま小手差しにおります。で2023、これね、これこれが2023、これが果たして廃車になるのか、それともただここに行っただけなのかよく分かりませんが、まあしばらく様子を見ようと思います。わかりますか？あ、前照灯が点灯しだしたんだよね。こっち来んのか。作業員が、あの人は関係ないか。はい、ちょっと場所を変えてみました。でね、ほら、いいでしょ。あ、ここならくっきり見えますね。はい、廃車改装がされたということでね。横瀬に行きました。あちらが武甲山、あちらが武甲山。どこで撮ろうかな。こっから狙おうかなと思います。こっからこんな感じでね、はあ、無事に改装されました、これにて入れ替えですね。入れ替えをしてで車庫に入っていくという感じで、あ、動いた動いた。停車してですね、まあ、見ての通りパンタグラフが下げられてしまいました。で、あとは入れ替えでなんかこれかな、これがこいつを引っ張ってで無架線地帯に引っ張っていくのかと思います。結構ね、撮り鉄の方もたくさんおられます。そうだな、いやしかし本当ね残念だなって。2000系が廃車ってさ考えられないよ。